どうも YouTube のタケシです。タケです。タケです。今回あの世界で唯一1400点を打っているウルトラマスターズ実写していきたいと思います。スンヒョンパク選手。パクスンヒョンね、1403点。はい。はい。1405点。5点。70m 351点。全部黄色。50m が350点。60m じゃなくて60。あ、ごめんなさい。なんで50と60が一緒だね。はいはい。驚異的ですよ。驚異的だね。ということで、まあ女子ですけど1405点、 70m 351。はい。驚異的な数字です。しかも2004年そうなんだよ。ポイントは俺が始める前15年も前です。2004年。多分今シングルがあっての多分誰も到達してないね。だから多分9に秘密がある。それはないということで実写していきたいと思います。ユニチューブ。私は第一陣目を切らしていただこうかなと思うんですが、いや、うん、俺ね、これ現役の頃使ってたよ、高校の時。この組み合わせでですか。うん、使ってた。点数はどれくらい。あの頃でもまた下手だったからな。でも試合で320は出てたから、70で。なんかね、こうバスンって、これ下にも多分ちょっとパクスンヒョンに近づけたイメージでね、ちょっとお送りしてるんですけど、すげえ飛び出しがいいな。てかね、なんて言うんだろう、今みたいにバコンって打つとかじゃなくて、こうドワーンって力強く押してる感じ。ドワーン、そう、ドワーンって。ちょっと擬音が多くなって本当に申し訳ないんだけど、ビーツなんですよ。そうなんですよ。てかね、多分めっちゃ飛び出し早いから、こう手元に全然衝撃が残らない。でもこれも唯一無二の打感に近いと思う。やっぱ緩いからいいっていうのもあるんですよね。でも結構マスターズ、ウルトラをずっと使ってたよね。韓国ってさ、2010年過ぎぐらいまでさ、白と赤のなんかウルトラとか、なんか国内でしか売ってないウルトラみたいなの売ってたんだよ。はいはい。僕はもう始めた時にはこの組み合わせはあんまり早くなかったと思うんで、正直多分初めて引退して初めてです。確かに飛び出しはいいです。飛び出しはすごくいいでしょ。なんかどっか緩んでる。トリックアップします。でもなんかやっぱり当たり始めたらもう当てられ続けそうみたいな。短くて、そう、届かないの、すぐ落ちちゃう。カチッて。でも安定感は、あ、そうだね、安定感がすごいあるね。あとやっぱなんか元祖打って出すくて。すごい飛び出しがいいね。なんかちゃんと打ったらだいぶ当たると思うんですよ、うん、なんか飛び出しがいいだけではないみたいな。
おおおおすごいザ・飛び出し、うん、飛び出すぜえ、すごい飛び出し好きにはもうたまんない、うん、それともまたこれ相性いいんだな、きっと。え、これで打ちたいんですか本当に相当いい TF よりいいTF よりいいかもしれない。だからね、やっぱりキュンギュって自分の偏見超入ってるよね。まあ、確かにそれはあると思うで、めっちゃいい。え、絶対当たるでしょ絶対当たる。はい、いきますか。いきますか。今逆に手に入れようと思ってもなかなか手に入らないんじゃないですか。ウルトラは手に入らないね。骨董品だから骨董品、うん、どういいんだろう。でもね、結構あ、すいませんここかここに入ってる。どういいんだろうね。女子がすごい使ってたイメージがあるんですね。ハンドル重いですけどね。西野選手とか。ああ。西野選手ウルトラなイメージあるよね。ずっと使ってた。あとパクスンヒョン、あと、岡本明子。知らないですか。わかんないです。あとあれもだよ、ユミジン。はい、360点あって 14X 14X 360点 14X あと10。いや、すごいね。時代を超えてもすごい弓ってやっぱあるんだね、うん、どうですか、神さん。来季これで復活しますか。いや、なかなかいいと思います。これか TF か。これが TF か。TF 俺やっぱり MKX。どうですか、テルカワさん。いや、僕ずっとフォーミュラーアーチャーだったんですけど、やっぱ僕逆にカット日じゃないセッティングがずっと使ってたんで、うん、やっぱカット日は気持ちいいですね、打ってて。あアーチェリーやってるなっていう感じがすごいで、ね、ということで皆さんぜひウルトラ買ってみてください。はい、なかなか売ってませんね。はい、入手困難。はい、ユニアチェリーの在庫あります。あ、はい、23日23日、はい、皆さんお待ちしております。バイバーイ。バイバーイ。